こちらは阪神高速16号大阪港線です。再構築現場なんですが、今このように私クレーンに乗って再構築修繕作業が行われているあちら梁の部分、ちょっと目の前まで行ってみたいと思います。こうやって近くで見るとやっぱりひびがたくさんあるというのが分かります。こちらのひび割れは大阪高線16号大阪高線の拡幅工事を行った時に、塗装を剥がしましてこのひび割れが見つかりました。こちらの現場では現在4基が再構築されています。こちらの梁の部分の撤去作業はこの梁を4等分に切り分けまして撤去作業が進められます。切り分けた1つの重さなんと40トンもあるんだそうです。で今穴が開いている部分に後ほど鉄筋が入ってこれで吊り上げて、おみこしを担ぐようなそのような形でこの梁の部分を撤去していきます。両サイドには仮受け橋脚がしっかりと阪神高速を支えています。このジャングルジムのような仮受け橋脚、なんとこの地中の中には26メートルもの杭が打たれています。しっかりと今も阪神高速を支えてくれています。そしてこちらは梁の部分が撤去された状態です。これからの作業ということではちょうど色が変わった上部分、点線が見えるでしょうか。こちらにウォータージェットを当ててコンクリートだけを飛ばしていきます。そうすると中から鉄筋が見えてきます。その鉄筋はそのままにその上に新たな梁を取り替えて作業が進められます。こちらは鋼管修正橋脚です。さらに強度を増すために鋼の4つの柱で支えられているんですが、このボルトの部分、多少の歪みがあってもすぐに取り替えができるようにと設置されていますが、耐震ということでは阪神淡路大震災クラスが2回来ても大丈夫、このように設計されています。現場見学を終えまして、今からのこの時間ではプロジェクトの概要説明が行われます。阪神高速道路では先進の道路サービスへということを企業理念に、安全安心快適なネットワークを提供できるように一生懸命努力をしております。今日はその中の一環といたしまして、高速道路リニューアルプロジェクトについてご説明する機会を持たせていただきました。大規模更新修繕事業、これはいわゆる老朽化なりのですね、そういった構造物の対策でございます。阪神高速道路総延長249キロのうちおよそ3割の構造物が開通から40年以上経過しました。1日の平均利用交通量はおよそ74万台、大型車の交通量は一般道のおよそ6倍となり、高速道路リニューアルプロジェクト大規模更新修繕事業が27年度から始まりました。高速道路のリニューアルといいますのは、大規模に更新も橋梁そのものを取り替えていかないといけないものもあれば、ある部分パーツをですねしっかりと取り替えたり直すことでかなりいい耐久性を上げられるもの、こういったものが全部含まってございます。それに合わせてですね、道路機能というものをしっかり強化する、この機会を狙ってさらに快適な道路にしていく、こういった強化も図る、そういう思いを込めたリニューアルでございます。大規模な更新そして修繕ということでしたが、更新という点ではいかがでしょうか。はい、更新といいますのはやはり先人たちがいろいろな制約条件の中で苦労して作ってきた、そのところに少し無理なところがあったということで、具体的にはこの事業では6箇所をピックアップしています。例えば大阪の南ですと地下水が上がってきてやはり物が錆びていくとか、それから軽くしないといけないという制約条件の中で橋桁が亀裂を起こしてきているとか発生しているとか、そういったことが更新の対象になってきております。その不具合が出てくる、いわゆるインフラの老朽化と言えるんですよね。はい、
今日本全国老朽化の問題というのがクローズアップされております。で、私どもは従来から構造物の点検、そして悪いものを見つければ補修というものをこう繰り返してきてございます。そういった中でこういった国全体で老朽化に取り組む、老朽化対策に取り組むというものに我々としても同じようにこの50年100年次の世代に向けて今ここでしっかり大規模に手当てをしておこうというのがこのプロジェクトであります。快適な道路ネットワークを作るプロジェクトの現場の今を見てきました。安心安全って決して当たり前ではないんだな、そんな風に実感しました。そしてまずは3年後信濃橋の渡り線の完成は私たち大阪府民にとっては時間短縮、渋滞緩和、本当に大いに期待したいところです。